動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあなんか全国のガス料金だったり電気料金だったりっていうのが値上がりするらしくてですね、まあいろいろ値上がりしますね。まあデータが出てましたけども、まあみんながいるところで言うと、東京電力は12月から114円値上がりで、まあ、九州電力も67円値上がりっていうことで、燃料ですね、 LNG だったり石炭とかっていうのの輸入価格が上昇している、まあいろいろなものの価格が上昇してるからっていうことでそうなってるんだとは思うんですけども、まあいろいろと値上がりして、まあこの料金が上がってでね、我々の所得が上がるかどうかっていうのでね、もうこれに対して対抗しなきゃいけないということで、私も立候補しないといけないわけなんですけども、まだ立候補間に合うかな。あ、もう間に合わないですね。もうそろそろダメですね。ダメなものは仕方がないんで、まあ日本人の皆様頑張ってください、はい、ね。まあ最悪さつまいもでもかじりながら頑張りますからね、とりあえずまあ、そこまでならないような、そういう社会になってほしいなとは思いますけども、いろいろと値上がりをしますとなんか我慢しなきゃいけないなっていうふうにも思いますね、はい、さということでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思います。拡大する国際ペット取引、新熱帯林から都会に忍び寄るウイルス、次のパンデミックはすぐそこにっていう、まあ、連載の中に書かれてる内容でございますが、皆さんよくヨウムって見ますよね。動物園だったり下手すると飼ってる人がいたりしますけども、ヨウム実はこれも感染症を媒介することがあるというわけでございます。外から見えないようにするためのゴムのカバーの間から小屋の中に入ると、灰色の体にオレンジ色の尾羽が美しいオウムが20倍以上身を寄せ合って小屋の上部の泊まり木に泊まっているのが見えた。アフリカコンゴ共和国北部を流れるコンゴ川の支流、サンガ川のほとりにある村ボマサ、国際的な自然保護団体野生生物保護協会 WCS の現地事務所の敷地内にある施設を見せてもらった時のことだ。鳥の名前はグレイパロット、和名をヨウムという。体長が30センチを超える大型のインコの一種で、灰色の体と鮮やかな色の尾羽が特徴だ。日本をはじめとする多くの先進国でペットとして人気の鳥だ。まあ見たことあると思いますけど、ヨウム、かなり知能が高くて3歳児か4歳児ぐらいの知能があるんじゃないかっていうふうにも言われておりますし、実際に言葉を理解した上でその言葉を使ったりしますので、下手するとちょっと会話ができたりもするわけなんですよね。でそんなヨウムの話ですけども、今後国内での捕獲は禁じられており、ここにいるヨウムは全て密漁者から押収されたものですと WCS の今後日本人スタッフの方が言う。アフリカの熱帯林の中から国外に持ち出され、遠くの消費国に持ち込まれる多数のヨウム、これは人々が深い熱帯の森にも容易に入り込むことができるようになったことにグローバル化が加わって急拡大する野生生物の国際ペット取引のほんの一面に過ぎない。ペットとして高値で売れる野生生物を熱帯林の中などに入って捕獲、長距離を輸送して海外のペットショップで多くの顧客に売る、長いサプライチェーンを持つペット取引の拡大も動物由来感染症の大きなリスクだというところです。もともといろいろな動物を媒介してウイルスが拡散拡大していくと言われておりますけども、陸上野生動物の商業取引が彼らの体内で進化してきた病原体が人間に移行する絶好の機会となっている。 WCS などは2020年4月末インターネット上で各国政府に陸上野生動物の商業取引を禁止するように求める署名活動を始めた。新型コロナウイルスの大流行が二度と起こらないようにするために必要な取り組みだと訴えている。これには、世界各国の環境保護団体のほか世界動物園水族館協会、WAZA、わざですね、日本だと、日本動物園水族館協会が、JAZA ですけども、これは世界ですね、国際霊長類学会など100を超える組織が賛同した。
食用費、食用目的だけではなくペット取引なども含めて世界各国、で、拡大する野生生物の取引も、野生生物と人間とが接触する機会を増やし、新たな動物由来感染症が派生するリスクを拡大させているというところでございまして、SARS 前あれ流行りましたね。 SARS はコウモリからハクビシンを経て、人間に、伝播したと疑われ、中国で食用として売られていたことが問題になった。これ新型コロナウイルスについては仙山公がコウモリと人間の間をつなぐ中間宿主となったのではないかというふうに疑われておりますけども、まあ、仙山公なんかっていうのは、漢方薬、まあ、あの食用口の中に入るようなそういう形として流通しておりましてですね、多くの生息国では捕獲が禁じられておりまして、ワシントン条約で国際取引が禁止されているが、密猟や密輸が後を絶たず、今世界で最も多く密猟されている哺乳類だと言われているほどだというところで、まあ、もちろんこのウイルスの起源というのは未解明なんでございますけども、野生生物の大量消費が生態、生物の多様性にも人間の健康にも大きなリスクとなり得ることを改めて印象付けたというお話ですね。まあ、だから本当に仙山公だけじゃなくてコウモリとかもそうですし、いろいろなところでもそうですね、爬虫類なんかっていうのもエキゾチックアニマルフェスタみたいなフェアみたいな、そういうイベントが行われて、まあ、どっから連れてきたのかわからないような個体がいっぱい売られてるわけですね。で、まあ、あまり名前を言いたくないですけども、まあ、有名な動物園の園長さんがそれ主催してるわけなんで、そこはどうやってどう変わっていくのかなっていうのは僕は気になってますね。で最後にこれトラフィックジャパンの方、代表の方がおっしゃっておりますけども、日本は東南アジアなどからエキゾチックペットと呼ばれる多くの野生動物を大量に輸入している。その人気は高まっており、感染症のリスクは人ごとではない。合法的なものだけを取引することはもちろん、動物の由来を明確にし、安全性の高いものだけを取り扱うえるようにする、過剰な消費を減らすといった対策強化が望まれると話しているというお話でございます。まあ本当にペット目的の輸入っていうのは未だに止まってないわけでございまして、コロナウイルス感染症っていうのが本当に世界中で大流行したにもかかわらず、そういうところは全く無関係ですよっていうところで、こういうことを続けていいのかなっていうふうには思いますね。まあ、そもそも森林破壊によって人間とそういう野生生物との距離っていうのが近くなってしまっただけじゃなくて、副業ですよね。最初の方はおそらく副業だったと思います。森林伐採して、その森林を売って、でそこに取り残された動物たちを捕まえて、でマニアに売ったらそれはそれでお金になるからっていうところで、まあ、そういうのが増えちゃってるっていうところもあるとは思うんですけども、まず日本国内の需要っていうのを減らす、もしくは啓発を促すっていうことが先決なんじゃないかなっていうふうには思いますね。これをね、また同じ質問をその園長さんにぶつけてみたいなと思うんですけども、もうなんかメディアに引っ張りだこになっちゃっておりますのでですね、なんだろう、そういうところに対してどう思うのかっていうのを聞けるんだったらば、ぜひとも NHK だったり、なんかそういうでっかいメディアが一旦ドーンって聞いてみてほしいなとは思いますね。なんて言うんでしょうね、はい、気になりますけども、まあどうしようもないねというところでございます。ということでございまして、今日のニュースはエキゾチックアニマルから感染するウイルス身近にということでございました。